だね。さあそして今回はマッチングアプリ自体の体験ではなくて、新マッチング体験お見合いジェットコースター in 読売ランドのマッチング率アップ応援隊ということでお越しいただいたんですが、まずちょっと今回のイベント内容趣旨をですねご紹介したいと思います、はい。先日内閣府の男女共同参画白書で、20代の男性のおよそ7割女性の5割が配偶者または恋人がいないと回答したという発表がありました。これちょっと話題になったかと思うんですが、はい、いかがですか、ご存知でしたか。私もニュースで見たんですけど、その時に直感的に思ったのは、逆にめっちゃチャンスあるやんって思いました。20代の7割の男性恋人おらんねやみたいな、めっちゃチャンスあるやんって思いました。ポジティブ、はい、かなでさんいかがですか。いや私も、チャンスって思うと同時に、あ自分もその7割の中で入っちゃってるわって思っちゃったんで、もう本当に彼氏が欲しいんですよ。だからもうみんなもっと恋愛しようぜって、そのなんか結果見ながら思いましたね。まあだからやっぱ出会う場がなかなかないんですよ、ね、ないのよ。したくないわけじゃないと思うんですよ。でも恋愛をするという環境に慣れてないみたいな、慣れてない、結構その節うちらもあるんで。ね、なんかなかなか出会いがやっぱないっていうのが、そうだからもう仕事場だけなんですよね、出会いが、ね、そうですよね、うん、このライフスタイルの変化ですとか考え方の多様化によってなんかいろいろとあると思うんですけれども、実際に恋人が欲しい、でも出会いがない、そして出会っても進め方がわからないと考えている方が多くいらっしゃるんじゃないかなと考えられます、はい、そしてそんな方に向けて今回読売ランドさんとコラボしまして、お見合いジェットコースター in 読売ランドで恋に落ちる仕掛けが満載のマッチングアプリをリアルで体験できるイベントを企画いたしました。いいです、最高じゃないですか。落ちるっていうね、そう音を刺してくれるんですね、仕掛けがある、すごい恋のマジック満載です。先ほど川内より説明もありましたけれども、はい、ポイントは2つです、1つ目に一歩踏み出すための後押しができる仕掛け、そして2つ目がドキドキ感の演出ということで、はい、まず一歩踏み出すための後押しができる仕掛けなんですが、はい、会話が途切れても負担にならない5分以内という時間設定にこだわりました。なるほどね、はい、そしてジェットコースターという共通の体験をすることで話題を担保することもできま す, いいです、ね、で入り口で渡されるいいね券というものがありますが、うん、はい、お互いいいなと思い送り合うとマッチングが成立ということになります。そしてそのいいね券をペアでスタッフに渡しますと、なんとカフェチケットに変わるんです。なるほど、ドリンクがもらえるお得感もあり、その後のデートにもつながるという、まさに一石二鳥の仕掛けになっております。いいですね、最高じゃん。自分で頑張らなくても自然に運んでくれるんですよね、うん、ありがとうございます。そしてドキドキ感の演出、これについてなんですが、はい、中は男女で分けて並ぶために、なんと直前まで顔が見えない仕掛けになっています。これドキドキですよね、ドキドキ、いいですね、そう、誰とマッチングするか分からないドキドキ感がここでは味わえます、はい、そして吊り橋効果ご存知ですか。知ってます、はい、もちろん、 もちろん吊り橋の上のような不安や恐怖を強く感じる場所で出会った人に対し、恋愛感情を抱きやすくなるという現象であるこの吊り橋効果も、ジェットコースターを横に並んで体験することにより味わうことができるのではと考えております。いかがでしょう。いいですね、いいよね。なんかやっぱなんかこの喋るとかメインのこの、喋らなあかんとか、そんなんがない方が、すごい風するができた、うん、ジェットコースター乗ってる今乗ってない乗ってない乗ってる乗ってないんですけど、すごい今同じくらいの風が吹いた。そうね、そのぐらいの風量が。シンプルにさ、遊園地とか行った時にさ、ジェットコースターでなんか隣になった人となんかちょっと顔見合わせてなあキャーとか言ったりとか、それだけでもドキドキ感が、それだけでも増すし、そんなにやなっていう人でもちょっとなんか仲良くなる感じ。そうなのよ、その吊り橋効果もあるし、しかもさ、その会ってすぐ結構ジェットコースター乗ってる時って、本当のなんか叫びが出ちゃったりとかするじゃん、本当の顔が見えるっていうか、だからそのすぐその人のなんかその良さとかなんか見えるよね、リアクションが。確かにね、うん、同じ景色を見て同じことでビビって、そうだよ、同じ速度で走って、うわいいね、同じ速度で落ちて、それはそうでしょ、同じ速度で帰ってきて、いやそれはそうでしょ、
乗ってんだから、ね、ジェットコースターに。いやいや盛り上がってまいりました。そして、はい、風も強くなってまいりました。恋の嵐が吹き荒れそうな予感もいたしますけれども、こうお見合いジェットコースターのマッチング率アップ応援隊のお二人、そもそもその効果が一体どれほどなのか、やっぱりちょっとここは気になりますよね。そうですね、体験してみないとわからないですよね。体験してみないとやっぱわからないですよね、はい、ということで今回は明日からイベントに先駆けまして、お見合いジェットコースター第1号としてご登場いただきたいと思っております。はい、そして登場いただくのは3時のヒロインリーダーの福田さんにお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました。待ってました、はい、指名を待ってました、はい、よかったです。ご指名させていただきました。もう本気でやっていいんですよね。もちろん本気でやっていい、はい、本気でお願いします。本気で今日出会う人とこの後恋に進んでもいいんですよね。いやそれはそうよ、はい、大人ですからお任せします。そのつもりで来てますんで今日は、はい、もうなんか心は決まってますね。はい、はい、ありがとうございます。さあこの後お見合いジェットコースターにお乗りいただきますが、はい、ちょっとつり橋効果のその現象を起こすスペシャル企画であるのに、はい、対象の方がまだ登場でないなと。確かにね。そうですね。ませんか。誰、ご安心ください、はい、もうお相手はすでに並んでいらっしゃいます。ということで、はい、ちょっと急いでいただいて駆けつけていただきましょうか。はい、いい、はい、そしていいね券も忘れずにお持ちいただいて。わかりました。早速、はい、ではかなでさんちょっとお見送りしましょうか、はい、福田さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張るね。いい恋見つけてきてね。絶対掴んでくる。いってらっしゃい。ごめんね、お先に行くね。私は体重制限があって乗れなかったけど。さあではこっちで見守ってるから。ドキドキ。はじめまして。かっこいい。え、かっこいい。はじめまして、福田真希と申します。 J です。 J で。 J 君、え、はい、確かに何喋ったりか分からない。早速準備の方にします。はい、一緒に。イエー、近い、近いですね。近いですね、思ってらっしゃる。レッドコースター大丈夫ですか。僕は大丈夫ですよ。少々お待ちください。 J です。北野のマキさんで。マキさん、マキさんいいですね。まだ僕、今年二十歳になったばっかで。え、マジで。最高じゃないですか。二十歳。めっちゃ年下好きなんです。ああ、おいくつですか。34、3です、33です。また一回り、はい、年上で。私は、いや、お姉さんの方が。すごいすごいすごい。うわぁ、あ、もう結構すぐ登るんや。いやぁ、ここが、ここはね、もう登る時が一番ドキドキする。え、すごい。え、もう落ちる？落ちる？落ちへんか。うわぁ、怖っ。あー、すごいな、これ。飛ぶ系なんや。うわぁ、結構速い、速い、速い。速い、速い、結構。いやちょっと思ったより、あー、なんか水が怖い。大丈夫ですか。怖いですね。意外と速いですね。うわーいやー、どういうこと。外すごいすごい。どんな感じ。怖い。なんか聞こえてきた、かなでちゃん。あー、怖かった。ちょっと思って
たより早かったですね。あーびっくりした。みんなの元気全然意外とちょっと顔を見るタイミングがなかったです。ジェイ君の顔をね見ようと思ったんですけど、あすごい結構激しかったですね。結構激しかったですよね。暗いし早いし。おかえりなさい。あ、ただいまです。どっから、はい、お二人が戻ってまいりました。ただいまです。ただいま。おかえりなさい。なんか、はい、裏でキスしてました。いや、そのぐらいの顔してるんですけど。してないよね。いや、いや、なんか、すごい照れた顔してます、マキが。ジェイ君はまずめちゃくちゃイケメンですね。二十歳。なんかしっかり会話もちょっと楽しまれたようでしたね。はい、一応、外出た時に、ジェイ君って叫ぼうと思ったんですけど、はい、そんな余裕がなくて。いや、なんか、はい、ここに出てきた時見えたんだけど、はい、ジェイ君なんかマネキンさんかなってかっこよくない？かっこよすぎる。いや、まずかっこいいのもそうですし、うん、マキがわーって叫んだ時にジェイ君もあ、そういうこと。え、なんかマネキンさん緊張してたんですよね。なんか、あ、そうなんですね。ジェットコースターもやし、普段モデルさんやからあんまり人と喋ることがねないんですよ、ね、なるほど。そういう話もちょっと。あ、そういう話までもうしてたんですね、はい、いろいろもうお話も進んでるようですけど。いや、これはちょっといいんじゃないですか。肝心のマッチングかなんか気になりますね。いや、気になりますね、うん、結構会話も弾んでましたし、うん、一応思い切って終わった後に、うん、ちょっとカフェで待ってますって一言言ってみたんですけど、うん、聞こえた。私はもう迷わずいいねを。あ、なるほど。なんかなるほどって言いましたよ。なるほど。あ、同じことを考えてた。同じことを考えてた。え、カップル成立？カフェで待ってます。お二人はこの後カフェに。ではちょっとぜひもうマッチングの成立のこのハッピーなお顔をお願いします。ハッピーな笑顔ください。お願いします。ジェイ君ありがとうございました。ありがとうございます。カフェで待っててね。はい、ありがとうございます。気分だったとは。さあ、マッチングは成立というこもう名残惜しそうですね。福田さん、はい、どうでした？もう吊り橋効果で、まあ、初対面だったかとは思うんですけれども、すっかり気持ちは高まりました。はい、はい、確かに。じゃあ初めて出会った人と何喋るって結構難しいんですけど、もうあっという間にジェットコースター始まっちゃうんで、なんかそれを一緒に体験してるってだけでもう立派な出会いというか、うん、ちょっと今までにない出会い方ですね。わあ、ドキドキしました。新感覚。ジェイ君もドキドキしたって言ってたんで、どっちのドキドキかは分かんないですけど、そのジェットコースターなのか、どっちか分かんないですね。私なのか分かんないですけど、だいぶね、マキが喋ってましたけどね。ジェイ君の声はあんまり聞こえなかったんだけど、あー本当に緊張されてたのかな、うん、すごい可愛さが伝わりました。でもどっちのドキドキか分からない、まさに吊り橋効果。吊り橋効果ですね。ねえ、なんか楽しんでいただけたようで、はい、ありがとうございます。さあ、この後はカフェでねという話ですけれども、うん、この後のことはお任せいたしますので、うん、はい、じゃあもうインスタで探させていただいて、DM を送るっていう形で大丈夫です。リアルに。ありがとうございます。リアルなやり方。さあ、というわけで今日はですね、お宮城ジェットコースター、はい、インよみうりランドマッチング率アップ応援隊ということでお越しいただきました。そろそろお時間も参りましたので、最後にお二人一言ずつメッセージをいただきたいと思います。お願いします。はい、いや本当になんと画期的な、ね、イベントというか、アプリで出会うのももちろん良しですけども、うん、このなんだろう、誰かがこうやってお膳立てしてくれないとやっぱ一歩踏み出せないみたいなのが、うん、ね、本当に今の20代30代の特徴だと思うんで、こういうちょっと遊び気分でね、しかもなんか出会いに行ってますよっていう感じもないというか、こういう楽しいイベントあるから参加しようよみたいな気分で、ちょっとハードル低めに足を踏み入れて、それでちゃんと出会えるっていうすごい画期的なイベントだと思います。いや、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。みんなで来いしようぜ。
なんか特にあの賛同の声はないですけど大丈夫ですか。おーみたいな。なかった。ないですけど大丈夫ですか。なかったですね。あんまり、うん、シャツも。なんか一人だけ今盛り上がってたみたいな感じですけど。いや私もう完全にグッド君とラッキーちゃんに会って、うん、完全にこのキャラクターは私が継ぐことになったのかな。あーそのね、うん、着ぐるみ会のルーキーとして着ぐるみ会ではないんだけどありがとうございます。はい、うんはい、というわけでですね、新マッチング体験お見合いジェットコースター in 読売ランド、マッチング率アップ応援隊としてお越しいただきました3時のヒロイン福田真希さん、かなでさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。